くお願いします。お願いします。はい、お願いします。今年の流行語大賞にまたノミネートされそうな新しい言葉が登場しましたね。一、つが人作り革命、もう一つが日本ファースト、まあ、悪い方で流行しそうな言葉ですけれども、まあ、一つ目まずは8月3日の内閣改造で、茂木さんが経済再生担当大臣とともに新しく人作り革命担当大臣つけられまして、これもともとは6月19日に安倍首相が人づくり革命を新たな政策の、ね、柱に掲げられたということで、まあ、そもそも人づくりを、ね、政府がやるっていうのも、まあ、だいぶ謎なんですけど、皆さんが驚いてるのは何といっても革命ですよ、はい、で革命っていうのは支配者と非支配者が逆転するという意味です、つまり政治的には体制転覆ということ、当たり前ですよ、フランス革命とかね、そういうことなんですけど、ですから共産党の小池書記長がいいことをおっしゃってて、革命というのは政治権力が変わるような重い言葉なので軽々しく使わないでほしい、もし革命をするなら共産党が政権を取ることが革命であるっておっしゃって、全くおっしゃる通りで、党の綱領の中に革命って言葉を使っているのは共産党だけですから、本当にもう誰も止めなかったのかなと思いますし、まあ、あるいは創価学会のね、池田大作さんはもうずっと人間革命ってことでも全何十巻も本がありますけれども、はい、まあでもあれだよね、商業ベースとか、はい、コマーシャルリズムとか、はい、そういうところではなんか例えばねゴルフのヘッドの革命が起きたとか、はいはいはい、まあ、そういう言い方はしただろうけども、はい、それはそれでね、はい、まあ、商業ベースの中での話で、はい、これがやっぱり政治的な発言の中に人づくり革命とかっていうと、はい、かなり違和感を覚えるよね。そうなんですね、うん、だから今おっしゃるようにコマーシャルベースで革命って使う時っていうのは、うん、ほとんどが革新的、うんうん、とか改革とかですね、これだから革命はレボリューションですよね、で革新がイノベーション、あと、イノベーションと、リノベーション、リノベーションが、まあ、ごめんなさい、まあ、ちょっと出てこないんですけど、まあ、イノベーションとかね、レボリューションとか、はい、そういうようなものなんですけど、でもレボリューションってやっぱりすごく強い言葉なんですよね、で実際になんか内閣府に取材した人によると、この人づくり革命大臣っていうのはどういう名前にするんですかって聞いて、英訳どうするんですかって、当然英訳が必要になってくるので、そしたらどうも、ヒューマンリソースディベロップメントということで、レボリューションが出てくる。そうです。だって、驚かれますよ。保守の政権与党の大臣に、ヒューマンリソースレボリューションってついたら驚かれるので、結果的には英語としては、人的資源開発とか、人材育成という意味の言葉を、英語につけるそうなんですけど、はい、まあでもちょっとかなり本当にびっくりしてしまうわけですね。でこの人づくり革命はじゃあ実際何をやるかね、誰も分かってないと思うんですけど、はい、具体的には、まあ、安倍首相が憲法改革の時から言っている高等教育の無償化であるとか、あるいは小泉進次郎さんがおっしゃっている子ども保険とかですね、あるいは待機児童とか、あと中高年の再就職とか、高齢者の方が長く働くためとか、もうとにかくありとあらゆるテーマがもうちょっと重すぎやろっていうぐらいのテーマが入っていて、でこれを、有識者会議で話し合うそうなんですけど、この有識者会議の名前が決まりまして、これは、人づくり革命ではなくて人生100年時代構想会議という会議になるそうです。でこれ確かに今先進国みんなこのテーマが重要になっていて、とにかく寿命が今伸びちゃっているので、これ今日本でもベストセラーになっているロンドンの、本があるんですけど、これはねもともとライフシフト100年時代の人生戦略ということで、まあ、要するに、教育勤労引退っていうのではもう100年時代生きていられないから、休む時期勉強する時期働く時期また回っていこうみたいな、まあ、だからテーマとしてはね、人生100年時代っていうのはあり得ると思うんですけど、でももうあれだよね、はい、なんか死ぬ間際まで働くんだみたいな感じだよねまあそれはもう先進国みんなそうなってますね、世の中は、はい、もうなんか隠居みたいなのは
ないっていうか難しいでしょうね。やっぱりこれだけ高齢者が増えてくると、そのなかなかこう社会保障では無理なことと、あとは、まあ、今50代60代70代が若くて退屈しちゃうっていうのもやっぱり一方ではあるのでね、急にその老人扱いされて美術館とか博物館に行けって言われても困るので、人によってやっぱり動機が違うのでね、いろんなその、まあ、生き方を考えることはいいとは思うんですけど、ただあの、まあ、例えばね、あの私たちがその安倍さんの作った大臣で、まあ、驚いたといえばもう一つは2015年にありましたね、一億総活躍担当大臣、あのね、深澤さんにちょっと聞きたいんですけど、はい、その、まあ、人づくり革命担当大臣が茂木敏充さん、経済再生担当大臣ですけど、まあ、人づくり革命やっていただくのはいいんですけど、同時に内閣の中で以前作った一億総活躍担当大臣が松山正治さん、そして女性活躍担当大臣が野田聖子さん、これ女性活躍と一億総活躍と人づくり革命とって、これ何がどう違う？さらに他にも男女共同参画もまだ残っていたりするので、女性活躍と男女共同参画担当がどう違うのかって、もうそうなんですね。だから結局あの内閣改造の目玉に何かを新設のを作るっていうのが安倍内閣の一つの特徴なんですけど、でもね、一億総活躍担当大臣に至ってはもう英語表記が困っちゃって、これ聞いてください、チェンジオブプロモーティングダイナミックエンゲージメントオブオールシチズンズ、オールシチズンズが全ての市民、ダイナミックエンゲージメントが精力的な参画で、チェンジオブプロモーティングで促進するっていう、でこれは1億はさすが意味が分かんないから、ね、あの日本の人口が何人かを世界の人は知らないから1億を英語に入れてなくて、これだからその大臣の人は裏側の英語のところにこのチェンジオブなんとかって長いのがついてるってことで、あの英訳もできないようなね、担当大臣ができれば、はい、その省はなかったとしても、はい、そこには官僚の人たちが何人かちゃんとつくわけだよね。担当はつきます、もちろん。だからそれは担当省庁があるので、あくまで担当省庁の中の、でも内閣府が基本的にはやることが多いんですけれども、まあ、他にもいろいろなその担当省庁が、今回だったら経済産生とかもやるので、ですからもちろんかなりお金もかかりますし、予算もつくんですけど、あの今まで の総括がされてないわけですね。その女性活躍とか一億総活躍とか、その前で言ったら地方創生大臣とか、第一次安倍内閣だと再チャレンジ担当大臣とか、そういうものがどんどん作られてるんですけど、何したかがみんな分かってないままになっているのが、そうだね、あの非常に大体女性活躍って言われなくても輝く女性は自分から活躍しますもんね。あんたに言われる筋合いないと思いますよね。本当にそうなんですね。あの非常にこうあのメディアに取り上げてもらうために作ってる言葉なんですけど、それがねマイナスになっちゃってるというのが一つなんですね、で一方ではこれもやっぱり問題になってるのが、8月7日に若狭衆議院議員が政治団体、あくまで今回は政治団体ということなんですけど、日本ファーストの会でね、都民ファーストはね、まあまあ100歩譲って、まあ、都民ファーストっていうのはあり得るのかな、まあ、日本の、ね、首都の政党なのに都民ファーストどうかなとは思うけど、まあ、ギリギリわかるわけですけど、しかし、まあ、なんで国民ファーストじゃなくて都民ファーストなんだ、あ、日本ファーストになったんだ、でこれはですね、あのどうも5月に都議選に出馬した後藤輝久さんという候補者の方が、あの小池さんがどうせあの国民ファーストという党を作るだろうということを彼は先に読んでおいて、ご自分で国民ファーストの会というのを先に作ったんですって。だから小池さんが日本ファーストの会を作らざるを得ないように誘導してこれをつけてしまったというのが、まあ一番の理由らしいんですけれども、一方ではただドクター中松がですね、日本ファースト党というのを今登録しようとしてるので、あのどうするのっていうのもあるし、まあ、もう一つ問題があるのは、あの在日特権を許さない市民の会の桜井誠さんが作っている党は、これ日本第一党なんですね。でこれ英語ではジャパンファーストパーティーなんですね。だからどっちにしてもですね、まあ、どうするのっていうのがあって、で、まあ、もちろん何といってもアメリカのね、トランプ大統領のアメリカファーストというのはこれ排外的だということで、まあ、非常に評判が悪い中で、なんで日本ファーストの会にしちゃったのか、恥ずかしいですよね、ちょっと日本ファーストの会ってね。そうなんですよ。だからね、国民ファーストと日本ファースト意味が違いすぎますよね。だから100歩譲ってね、私がこれ困ったのは市民ファーストにしたと思います。シチズン、つまりね、そうであれば人々がありきじゃないですか、国家と
国民全然違いますから、どっちがファーストになるか、うんうん、で結局ね、今回ね、人づくり革命も日本ファーストもやっぱお国ありきなんですよね。つまり人づくり革命もなんとなく最近話題の残業ゼロとか、なんかさっきおっしゃったように何歳までも働いてくれとか、社会保障に頼らないでくれとか、だって今のお前たちはなってないから俺たちが革命するって言われてるわけですよね、人づくり革命っていうのはね。それも国家がっていう、こうね、その随分市民と国家の間の隔たりみたいなことをちゃんとはっきりさせなくちゃいけないよね。そうなんです。全てがなんか地続きの延長にあるような、時々俺も錯覚するんだけども、そういうことじゃないもんね。もう完全に俺たちはお前たちを革命するとか、うん、俺たちは日本をファーストにするとかって言われて、うん、私たちはなんかその駒なのっていう、うん、なんか私たちの政党だなとか、うん、私たちの大臣だなとはちょっと今あの段階では、都民ファーストが多分あんなに人気があったのは、うん、それでもまだ自分たちのことを考えてくれるのかなという期待がどこかにあったと思うんですね、うん、まだ都民だからね、自分たちがだって投票する立場だから、ギリギリそういう期待があるからこそあれだけの支持を得た。で、都民ファーストが支持を得たこととか、日本ファーストには流れないね、国民ファースト、市民ファーストであれば分かりますけど、これならね、国民の生活が第一っていう党の方がまだ良かった。意味分かんなかったけど、前の流れとしてはあれだよね、まあ、あの国政があの都議会の方に影響したって言えなくもないけど、はい、でもやっぱり今まで東京都の自民党のこうやってきたこと、はい、あ、それから豊洲を筆頭に、はい、なんかこう今まで全然見えないでブラックボックスの中で全部決めてたじゃないか、うん、それがなんかあの情報公開していくんだ、はい、東京都の自民党だったんじゃないかって、はい、それのなんかちゃんと情報公開しろと、はい、ちゃんとみんなに白日にさらせっていうのの指示が集まったってことだよね。そんなことの割には都民ファーストの議員は今全然取材に個人的に答えないっていうね、うん、結局ブラックボックス化しちゃってるんですけれども、うん、そういう感じがね、あれは党でこうあれ観光令みたいなの引いてるわけ、はい、縛りをかけてるんですね。だって、ね、あの会社だったら社長の言う、うん、あの広報部を通さなかったら、うん、いや会社じゃないから、うん、私たちがそんなこと言ったら株主なんだから、うん、私たちの質問に答えろ、うん、まあ、とにかくね、こういうねおかしな言葉を使うっていうのは言葉だけの問題じゃなくて、うん、やっぱり内実の問題があるので、ぜひ、ね、この見ていかないといけませんね、これから。はい、はい。